抜け毛薄毛の方にぴったりな運動メニューを紹介していきます。体型や体重も気になるけど、見た目も気になりますよね。私も過去に抜け毛がめちゃくちゃ増えました。毎日毎日 YouTube わーってやってたら、気づいたら夜中の3時、睡眠の質がかなり下がった時があったんです。お風呂で流すたびに、わっさー抜けて、これやべえなーって思ったんですが、睡眠と運動を変えたことによって、かなり抜け毛薄毛がなくなりました。この抜け毛薄毛の原因の多くは、栄養不足、睡眠の質、運動不足、この3つにあるんです。運動をちゃんとしていけば、睡眠の質は必ず上がるんです。体が疲れるから。今回は、その際にとってもおすすめな、カメハメハスクワットを紹介します。1日3分だけやってみてください。動画を見ながら、自分のペースでいいです。辛いように頑張らなくてもいいです。見ながらちょっとやるだけでも、必ず向上していきます。そして睡眠の質が上がってくるんで、抜け毛、薄毛、必ず改善されてくると思います。運動をしっかりすると成長ホルモンが分泌されます。いわゆる若返りホルモンとも言われてます。しっかり大きい筋肉の下半身を使うことで、この成長ホルモンがよく出やすいと言われているんで、今回下半身メニューだけ一緒に頑張ってみましょう。しっかり下半身を使うために、できれば膝が伸びないように動いてください。膝がちゃんと曲がるのはいいんですが、ここは結構辛いんで半分ぐらいまででもいいです。まずは膝を曲げた状態で体重を右左動かしていきましょう。スマホ持ったままいいです。スタート。自分のペースでいいですからね。このね、ずっと膝が曲がった状態っていうのがずっと負荷がかかってるんで、しっかりねスクワット何百回やってるような効果がね得られます。スクワットをね100回とかできませんよね。でもこれってちょっとね、膝が曲がってるんで100回ぐらいねやってる感じになります。めちゃくちゃおすすめです。負荷がね右左に移ってるんで、少し休めたりするんでね、初級者の方にはぴったり。成長ホルモンをねドバドバ出したら、下半身の血流も良くなって、リンパの流れも良くなって、しっかりね毛も太くなって変わってきますんでね、頑張りましょう。はい、 OK。 次足伸ばして、ちょっと足をね振ってください。あと2回やるだけ。今度は少し動きがゆっくりになっています。同じように膝を曲げて、手で水面を触るようなイメージで体を動かしていきましょう。いきましょう。あと手を腰に置いて、こういう感じでね、ゆっくりゆっくり空気を切るようなイメージでね。なぜ手を動かすかというと、意識が上半身に行くので下半身の疲れをね感じにくくなります。成長ホルモン出してね、抜け毛薄毛、いわゆる AGA をね改善していきましょう。よく太極拳とかはね、こうやって上半身を動かして下半身はずっと曲げたままでね動くんですが、あれと同じような原理です。意識を上に持っていくので足の疲れをね感じない。もう一回ね足を振りましょう。あと1種目やったら終わり。みんなすごい。これほんとね、多分200回ぐらいここまでスクワットしてるぐらいのね感じですからね。めちゃくちゃ下半身鍛えられてます。ラストはカメハメハをして、反対も動く。これでしっかり肘を引くので、背中をしっかり動かすことができます。脂肪燃焼効果も上がるスクワットになります。ラストいきましょう。あとしっかり肘引いて、しっかりカーッと肩甲骨伸ばして、しっかり引いて、ぐーっと自分の悪いこの気をね体から全部出すようなイメージで、
奥の方に力入れて、しっかり息をね、ぐーっと吐けばね、体がもうポカポカになってくると思います。OK、 それでは寝ましょう。今足を結構使ったんで、まず膝をねグッと抱えて伸ばしましょう。あとグーッとね抱えたまんま30秒後にね足を入れ替えます。グーッとね、今度はね足をちょっとこう伸ばして曲げて、血流をね上げましょう。はい、反対足です。ぐーっと抱えて、血流を上げていきましょう。じゃあこの曲げ伸ばしをねしていきましょう。今度は後ろに肘ついて足を折り曲げて止まっておきましょう。これでラストです。ちょっと足をねこうやって動かして、その太ももの前がねちょっと疲れてると思うんで伸ばしましょう。ちょっと難しいよって人はね、指先を外に向けてね足を出してみてください。だんだん慣れてきたらまた折り曲げて、こうやって揺らすことでね筋肉の緊張が緩んでよくなりますので、だんだんとね痛みがねなくなってよく伸びてきたら止まっててもいいです。1日1回を目安としてやってみてください。頑張ってできた方はグッドボタンやコメントで教えてください。